第2代ニューカッスルイコールアポンイコールタイン公、ヘンリー・キャベンディッシュ第2代、ニューカッスルイコールアポンイコールタイン公爵、ヘンリー・キャベンディッシュは、イングランドの貴族。初代ニューカッスル校、ウィリアム・キャベンディッシュとエリザベス・バセットの息子。作家のジェーン・キャベンディッシュとエリザベス・エジャートンは姉。父と共に、王政復古スチュアート長に忠誠を誓い、宮廷で�職を与えられた。 1660年から1662年まで王室移章係を1662年から1668年まで進出自重を務めた。また庶民院議員にも選出され、1660年の仮議会ではダービー社選挙区から翌1661年の岸議会ではノーサンバーランド選挙区から選出された。 三人の兄弟が創生したため1676年の父の死後爵位を継承した。同時に貴族院へ移り、ヨーク公ジェームズの多い排除法案に反対、1677年にガーター勲章を授与された。しかし、名誉革命後は政治に関わらず、年9000ポンドに上ると言われた所領からの収入で、余生を送り、百九十一年に十一歳で、 亡くなった。息子に先立たれたためキャベン・ディッシュ家は断絶。遺言で全所領は、妻フランシスに、死後は、第四代、クレア伯爵ジョン・ホリスに嫁いでいた四女マーガレットに、継承されることになった。遺言で指名されなかった五女キャサリンと夫の第六代サネット伯爵トマスタフトンは異議を唱えたが、遺言通りに、所領はフランシスから、マーガレット夫妻に受け継がれ、 クレアハクも1694年に新設の形で入ッする子を助釈された。1652年にウィリアム・ピエール・ポントの娘フランシスと結婚6人の子を設けた。ABC ・水谷、タ P214。キャバンディッシュ、ヘンリー・バイクト・マンスフィールド・オブ・ボール・ス・オーバー、ダービーズ・アンド・エルベック・アビー・ノッツ。 ヒストリーオブパーラメント r ラスト2019年5月23日閲覧ありがとうございます。